はい、どうも、ふめだよです。今回ですけども、2024年6月の新ツムが、出揃ったかなというところで、2024年上半期ランキングやっていきたいと思います。はい、コイン稼ぎランキングですけれども、2024年ね、上半期、どうだったでしょうか。毎月強いの出すぎじゃねというところで、まあ、トップ5紹介するんですけども、まあ、トップ5ですね、紹介するはするんだけど、まあ、言うてね、もう誤差レベルでしか性能が変わらないっす。はい。っていうところでですね、まあ、ちょっとね、インフレがめちゃめちゃ進んでるんですけども、まあ、皆さんね、全部持ってるとは思いますけども、まあ自分が使った場合のまあランキングになってますので、まあその辺をね、まあちょっと参考にしてもらえたらなと思います。ではやっていきましょう。第5位はアリスチャームということでね、チャームツムではですね、もうぶっ壊れてか、ダントツの1位になってしまった、そんな性能を持ったアリスチャームなんですけども、自分が使うとですね、平均13,995枚、1分効率は3,168枚ということで、めちゃめちゃ強いです。はい。で、スキル的にはですね、アリスがちっちゃくなって、他のサーブツム2種類がですね、ハートの女王とか、チェシャ猫に変わってっていうところで、で、繋ぐとですね、周りのアリスがいれば、それが、消去数に追加されて、しかもプラスコイン補正が入ってくるというところで、コインががっつり稼げますよという、そんな、スキルとなっております。で、まあ、使いやすい的にはね、まあちょっとね、個人的には、チェーンがちょっと苦手なんで、そこまでかなって感じですけども、まあ、それでもね、これで稼げるっていうのはやっぱり強いなというところですね。でスコアに関しても、まあ、タイムボーン狙えるんで、まあ、ぼちぼち出ますよというところ。で、ミッションに関しても、まあ、チャームツムで、効果ボムも出るので、なかなかの優秀さというところで、まあ、総合的に見ても、まあ、ちょっと使いやすさ的にはね、厳しいところあるけれども、まあ、かなり強いと。いうところで、まあ皆さん持ってるかと思いますけども、まあぜひね参考にしてもらえたらなと思っております。では第5位はアリスチャームでございました。第4位はカラフルミッキーということでセットツムでございます。セットツムといえばもうミッションは最強ですよと。もう5種類のね、色も対象だし帽子かぶってたりとか、丸い耳とか。ね。まあ、めちゃめちゃ対象が多いというところでもミッションめちゃめちゃ優秀ですよという、そんなツムなんだけども、コイン稼ぎもめちゃめちゃ強いということで、自分が使うと平均11,579枚、1分効率は3,188枚と、なっております。はい。このツムもめちゃめちゃ強いんですけれども、まあちょっとね、難しいというかまあね、大変、大変です。スキル発動すると、ツムが繋がりやすくなるんですけども、まあ、それをですね、まあ、なるべく早くなぞりつつ、ボムキャンもね、かなりやっていってですね、スキルゲージ繰り越しして、まあ、どんどんスキル回しましょうよという、まあ、コンボスキル、どれだけ回せるかっていうところでも、まあ、タイムボムが狙えるところなので、まあ、そこを頑張ってなっていくっていうところをね、まあ、頑張ってなるべく早くやらなきゃいけないという、そこがね、まあ、大変で、使ってても疲れて、使いやすさ的にも、まあ、ちょっとなかなか厳しいところはあるんだけど、めちゃめちゃ強いという、そんな、ところになってますね。はい。まあ、ただね、そのスキル発動中に繋がりやすくなるっていうのはね、まあ、めちゃめちゃメリットなんで、まあ、チャームツム、アリスチャームよりかは、個人的には使いやすいと思ってます。はい。で、まあ、消去もですね、なんだかんだ、このツムもプラス補正入っておりますというところでですね、っていうか、強いツム全部入ってるよね。2024年ね。っていうところで、まあ、カラフルミッキーね。今年初めて、新しい仕様の、まあ、セットツムという、まあ、ところでですね、登場しましたけども、ちゃんと強いということで、第4位、セットツム、カラフルミッキーでございました。まあ、新しい点も第3位、セットツム、スターウォーズのセットツムでございますよ、と。いうところで、まあ、先ほど言った通りですね、ミッション適性はめちゃめちゃ強いというところですね。で、まあ、コイン稼ぎも、やっぱ強いぞというところ。あと、スコアもね、なんかね、勝手にまあ、コイン稼ぎしてても、めちゃめちゃ出るっす。4000万、5000万近く、普通に軽く出るんで、やっぱ強いなというところ。
で、使いやすさ的にもですね、先ほど出ておりました、カラフルミッキーよりかも全然使いやすいと。まあ、基本的にはまあスキルゲージ繰り越しっていうところはですね、変わらないんですけども、まあ、ボムで消去出していってっていうところで、まあ、ボム動かすだけなんで、そこまでね、難易度的にはね、高くないというところはかなりおすすめでございます。で、自分が使うと平均15,241枚、1分効率は3,252枚というところになっております。で、このツムのね、いいところは、まあ、アイテムなしでもですね、強いということで、で、まあ、1分効率で言うとですね、まあ、あんま変わんないっす。効率的にはね、あんま変わらないんですけれども、はい。まあ、セットツムって、基本的にはまあ、サブツムとか、まあ、どれ消しても毎ツム判定なんで、スキルはね、基本的に、まあ、早くなぞれれば、めちゃめちゃ回るというところはね、まあ、強みになってるんで、まあ、はい。アイテムなし強いっすよ、というところですね。で、あとはまあ、ボム移動させて、こう、ね、やるツムって、本ハットミッキーとか、あとはイェンシットだったかなぐらいしかいないかな。まあ、他にもいるか。ティンクちゃんとかもそうだったっけ。フラワーティンクちゃんとかいなかったっけ。まあ、あの辺もいるんですけども、その辺のツムってそこまで強くなかったんだけど、まあ、このね、ボム移動スキルで、このスターウォーズセットツムがですね、まあ、めちゃめちゃ強いということで、まあ、かなり斬新なね、スキルで、なかなか面白い、ツムだったかなと。で、あとそう、ミッションね、ボム移動させるんで、この、ね、ヴィランズやっつけろとか、今ね、最新イベントのツムツムの大冒険の、ヴィランズやっつけろとか、魔物やっつけろみたいなやつもですね、めちゃめちゃ適正です。はい。なんで、自分ね、ミッションはね、ほぼ、スターウォーズセットツムでやってたんで、皆さんもちょっと真似してやってもらえたらなと思います。はい。まあ、なんだかんだもう、バッドハットミニを、まあ、そのね、この、魔物をやっつけろみたいな、ああいう、イベントミッション、ではですね、このバハミを超える性能を、持ってるんじゃないかなと。はい。コイン稼ぎできつつ、バハミ上のコイン稼ぎできつつの、ミッション対応力っていうところで、めちゃめちゃおすすめです。はい。ということで、第3位はセットツムでございました。スターウォーズセットツムでございました。第2位は勇者ミニということで、これはですね、強いね。まあ、平均枚数見ると、他のツムと比較するとですね、少ないじゃないですか、8000枚。ただですね、ワンプレイの時間がね、なんとめちゃめちゃ短いということで、2分半。他のツムって、セットツムとかさ、ああいうの4分以上かかったりするんですけども、この2分半もかからなかったりもします。はい。なんで、平均8000枚ぐらい稼げるんだけど、1分効率に直すと3259枚ということで、3200枚超えですよ、というところですね。で、ミッション対応はね、まあちょっとなかなか厳しいところであるんですけども、まあスコアに関しては、まあちょっとね、コイン稼ぎの両方はね、ちょっとできないんですけども、スコア倍率の方を、こう消していくと、まあスコアもまあまあ出ると。で、使いやすさは、まあ、ちょっと、なんとも言えない感じの、難しくはないんだけどね。はい。まあちょっと、いかに稼げるかっていうところが、まあなかなか、使いやすいとね、なかなかね、ちょっとね、結びつかないような気がしてるんですけども。はい。で、スキルの方はね、まあもう皆さんご存知だと思いますけれども、はい。一種類のツムが消えて、で、そこでね、青か赤か黄色が光って、まあそれのどれかを消していくと、まあボーナスがつくと。赤だと一気アップで、もう一回消してくれますよという、まあ、そんな、性能なんですけれども。まあ、それがですね、まあ、コインで全部こう立ち回って、あとは一気アップの赤を消していくとですね、まあ、連チャンで消してくれてということで、まあ、コイン稼ぎができるというところの、スキルなんですけども。まあ、これがね、まあ、上振れてしまうと、めちゃめちゃ強いと。まあ、ただ、下振れることもあるんですけども、まあ、それを、ね、平均するともう8000枚ぐらいっていうところなんだけど、はい。1万枚とか出た日にはもう効率はめちゃめちゃいいっすよ。はい。まあ、なんでね、まあ、今、6月のこの新ツムなので、まあ、まだ今後もですね、効率アップが来るので、まあ、ゲットするチャンスはね、全然ありますので、
はい、そしてスキル1からもね、まあまあのコイン稼ぎ力ということで、まあ、ぜひ皆さん、使ってみてください。ということで、第2位は、勇者ミリでございました。第1位は、ジャミルということで、ツイステがナンバーワンでございます。そして、マレウスとかね、あの辺のツムも、圧倒的に、超えてしまうようなコイン稼ぎ力というところでございます。はい。コイン稼ぎめちゃめちゃ強くてですね。まあ、このツムもワンプレイが短くてっていうところなんだけど、その短さなのに1万枚平均超えてしまうというところになってます。で、1分効率で言うと3264枚というところでめちゃくちゃ強いっす。ただですね、使いやすさで言うとですね、圧倒的に使いづらいと。はい。いうところでですね、まあ、なかなか、難しくてコイン稼げないという方もいらっしゃるとは思うんだけど、まあそれでもですね、まあコイン補正ね、このツムも入ってるんですけども、まあそれがかなりね、入ってて、本当に効率がいいんすよね。使いやすさはね、まあちょっとね、光った、なんだろう、最初にサブツムを何か、なぞり始めて、そこと、まあ、ジャミルが一緒に繋がれば、ジャミルのところだけ周りのツム消すみたいな、まあ、MU ランドルと同じスキルなんですけども、まあ、それがですね、まあ、全て補正入ってるので、大ショック連発した日にはもうがっつりがっつり入ってしまうということでございます。そんな感じですね。ミッションに関しては、まあ、微妙です。まあ弱くはないけど、みたいな。スコアに関しては一応タイムボム狙えたりもするので、まあそこをうまく活用できれば、まあなかなかの強さになるんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、まあなんと第1位はね、ジャミルということで、いかがだったでしょうか。まあ皆さんが使うとね、またこの順位付けっていうのは変わってくるとは思うんですけども、まあ他にもですね、まあビルとか強いですし、あとはエルサンドラフも強いですしとか、ね。いるので、クワイガンジもそうですけども、はい。トップ5以外にもね、全然強い人もいるんですけども、はい。私が使うと、コイン稼ぎランキングでは、このトップ5になっております。はい。まあ皆さんが使った時の、そのトップ5なんかもですね、もし良ければコメントで教えてもらいたいなと思ってます。はい、ということで、2024年の、上半期、コイン稼ぎランキングは以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。